どうもタブヤンです。スーパーファミスタ4やっていきたいと思います。このチャンピオンズリーグね、私がそう呼んでいるんですけども、早くもタブヤン阪神タイガースマジック1が点灯しております。残り試合はね、広島とこのよくわからないドリームズなんですけど、もう優勝決めちゃいますか、マシュカーテマス、セリーグ優勝戦で負けました。広島とリベンジを今こそしたいと思います。先発隔離調子いいな、スタミナ低いのか、隔離でいこうかなさあ行きましょう。おっとみんな調子悪いかったりするね。これどうする、ちょっと亀山戻しましょうかレギュラーを戻しましょう。で八木さんだよね。それで外野手長島調子悪い、檜山行っちゃうか、米崎調子がいい、石峰さんが調子悪い、新庄を4番に上げて八木さん、石峰6番、タブヤン調子悪い、 OK。 相手の先発は誰かな。さあ憎き広島ファン、すいません、今日だけはね前回負けましたのでね。さあ優勝チーム広島との優勝決定戦、はいどうも、ワンアウト。これ甲子園っぽいね、勝だ。あれ亀山なんか足が大丈夫、これおっと外野手やってますよどうなってるんだあれ守備交代、あそうか、その試合中にポジションチェンジってできないんだ。間違ってる、亀山ファーストにいる、まずいですよこれは。大丈夫かな、ファーストでエラーファースト投げたらエラーするとかね。じゃあバッティングでちょっと頑張ってくれ亀ちゃん、今まで頑張ってきた亀ちゃんですからね。よーし、なぜかファーストを守っている亀山、やっぱり打ってくれる。リリ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 リ、ちょっと守備でストレスが溜まってるでしょうからね亀ちゃん。私の監督の采配ミスでね、えらいことになってるよ。さあクリーンナップで返しましょう、和田監督。よーし、ナイスゴロ先制点は大きいよ広島に対して。来た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 、惜しい、新庄らしい鋭い引っ張るバッティング、ナイス。4番なのに足が速い、八木さんも5割キープ。あ、振っちゃった。ああ、打つられた。さあ行きましょう。江藤さん怖いなー。ああ、怖い怖い怖い。亀山の代わりに誰も持ってんの、檜山か。外野手が4人いる。亀ちゃんなら取れたんじゃないか今。メディーナ。サード、よーし、俺
間違ってはいない。江藤さんがあんな サードに走ったらダメだよね。高め、当てられた。サードでよかった。ファーストなら取れないよ。おっと、金本監督ですよ、これ。広島の、巨人移籍前の。怖い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 。内角高め。また当てられた。内角フォーク。フォーク。振らへんの？チェンジアップ。おお、よーし、金本新監督を打ち取りました。一周目ね。あー、調子悪いな今日。タイガースのマスコット。ひやま、あ、結構高め振ってしまう。選球眼がいまいちかな。寝起きだからですかね。あー、ダメだ。まあ、一巡二巡したらね、バッティングも慣れてくるから。おお、亀山めっちゃ動き遅いな。でもキャッチしてくれましたよ。あかん、ファーストは危ない危ない。ファースト動けないんだからさ。ほらほら、新庄が動けるよ。レーザービーム、イチロー張りの調子の悪いタブヤン。大きいのを狙っていこう。あー、守備いいね、レフト。さあ、カメちゃん、守備の分バッティングで頑張って。あー、当たりは良かったのに。え、1点止まりか。この勝負わからないですね、まだ。さすが広島。おらおらい。危ない、カメちゃんファーストに入るの遅いよ。ナイスフィールディング。打ちますよ。うっしょ、片瀬なかなかいいピッチャーですね。入った。狙い撃ち。2-3からストライクが、ストライクボールが多いよ。新庄6割。一番乗ってるんじゃないですか、阪神で。犠牲フライ最低でも打ってほしいね、外野に。チャンスボール。ナイスバッティング。いやー、まさに野球ですね。クリーンナップが打ってくれる。新庄盗塁。足遅い。亀ちゃんに比べると足が遅い。ヒットエンドラン。ダメだ、追い込まれました。おお、八木さん、しぶといバッティング。
調子が悪い石峰、バット長く持ってちょっと、あーたっ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 た今日は高めに釣られちゃうね。おー最悪のゲッツーコース、あっぶねー、助かった。関川、はい、今までヒット打ったことないの？マジかよ。山田さんもな。いや関川初ヒット行こう。ツースリー勝負、超えたか、あー超えない、惜しい。関川チャンス見せた、見せ場作ったんだけどね。新庄一本動かず定位置です。5回までかな。あんまスピードないんだよね、隔離。おー亀山足おっそ、なんとかやってるけどね今。だましだまし、金本さん、ナイスキャッチ、さすがくじ。タブヤン打ってよー、一応高め振ったんですけどね。カメちゃん塁に出て、おーナイスナイスサード強襲。さすがの江藤さんも取れず、リー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 、やっぱ追い込まれた、クジが。よーし、エンドラン成功。さすが亀ちゃん、クリーンナップに回す前にもう点数取る。ちょっと詰まったか、オゲオゲ。さあ6割バッター新庄、一塁空いてるけどな。狙った獲物は逃さない、素晴らしい。今日も勝てるよ、勝てる勝てる。ピッチャーの替え時がね、コンピューターいまいちだね、うん、粘りすぎなんで。スタミナゼロになるまで絶対投げさすからな。そこが人間との違いだ。さあ満塁で誰かな、調子の悪い石峰さん。しかし基本4番ですからね、石峰さん。追い込まれた、おー三振、今の微妙だったね。ピッチャー交代、左ピッチャーか、左ピッチャー少ないね広島、右ピッチャーばっかりだね。初球打ち、あー檜山ダメだ、ピッチャー変えましょう。湯船、サード、これ石峰も間違ってるのかな、
伏見ね、外野手だよね。あ、調子悪いから守備もダメなの？マジか。交代しようかな。守備。あ、でも、長嶋さんしかいないのか。しょうがない。長嶋さんに、マシ。ほらい。やっぱ守備大事だよね、このスーパーファミスタ4。レーザービーム！あー、アウト！よーし！さすが新庄！守備の要！今の気持ちよかったね。亀山に投げないというね。エラーするかもしれないって。関川、初ヒットあるのか？うおー、ナイス！初ヒット？オッケー、内野安打。絶不調タブヤン。しかしバットを長く持ちます。一発狙っております。どうだ、なんだそのゲッツー。返してくれ。よし、ナイス盗塁。さあ、カメちゃん見せてくれ。よし、タブヤン行った、行った行った行った。よーし、そしてクジがつなぐ。相手て、今当たりに行きましたよ。さあ、クリーンナップ。ダメだ。新庄絶好調。入ったか。うえ、新庄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 。よーし、そうし、スリーベースヒット。ノックアウト。なんか調子悪いピッチャーばっかだね。かわいそう。笹岡さん、元エースだね。早いな、球は。球は走ってますね。全然入らないけど。どうだ？どうだ？ダメか。1,2,3って点数入ってますよ。前田さん、ナイスキャッチ。江藤か、ピッチャー交代。山沖、よーし、メディーナ。おお、これは取れない。あー、危ない。今ちょっと後ろに反らすとこだった。オットさん、おらえ。お、長嶋に守備変えててよかったぜ。そしてその長嶋、初打席か。ゼロ番ですよ、かっこいい。よし、ボール見えてきたよ、そろそろ。あ、狙い打ちしたのにな。ワンスリー、結構ワンスリーになること多いよね。コンピューターのツースリーまでボール全部使うから。檜山初ヒット、初ヒットが初ホームランか。
いやー、ダメか。下位打線弱っ。全然打ってねえ、下位打線。1、2、3、4番で全部点数取ってますもんね。下位打線の打率、半端ないですね。おお、前田さん、守備力高い。金本監督からか。ピッチャー交代だね。左の田村。左対左。西山。下位打線もしっかり田村抑えてくれ。よし。亀山、しかしファーストでよかったね。二遊間とかだったらもうやばかった。交代させるしかなかったもんね。さあ、タブヤン。タブヤンもう代打かな、これ。私、自分自身に申し訳ないけど、なんか、打てる気がしないもんね。あ、内野手残しとこっかな。どうしよう。米崎。最後まで手を抜きませんよ。この取れば全試合コールドなんじゃないか。それ目指そう。全試合コールドで優勝する。あと3点。さあ、亀ちゃん行け。当たりに行ったんだけどな。あ、ちょっとやばい、やばい、まいった。3点は遠いな。大野か、望月。ナイス、待って、まず1点。サードいける、いける。スリーベース。和田監督、いてもうたれ。あと2点。やばい、追い込まれた。緊張する。おー、ナイス。あと1点。さあ、回ってきました、うちのエース。新庄ですよ。しかも、ここでホームランを打てばサイクルヒット。バット長く持ってホームラン狙いましょう。ああ、全然ホームランじゃない。サイクルヒットな。八木さん、コールドゲームお願いします。あー、高めを振ってしまった。最後のところのプレッシャーに弱いタブヤン。むせてしもたわ。ここで長島か。もう下位打線全然ダメなんですよね今日。参ったな。誰にする？やっぱ鮎川かな。左ピッチャー、左だからね。今日はあの、右とか左とかにこだわっていきたいと思います。よし、来た！待って、これいけるか？おーい！やりましたー！全試合コールドで、しかも全試合コールドだよね、多分ね。そして優勝。こんなことはあるのでしょ？超優勝やったでー。残り1試合を残して優勝しました。エンディング、あ、全試合終わらないとエンディングは見れないみたいですね。
もうエンディング確定の次の試合。あれ？あ、もう終わったのこれ。あ、違うね。よし。できますね。次の試合。消化試合。しかも、これ得点というか、対戦成績みたいなのは見れないのかな？見れないみたいだね。打率3割8分1厘、防御率 0.56。むちゃくちゃやね。亀山、4割ですよ、打率。新庄7割。恐ろしい。次回、優勝パレードの代わりにね、ドリームズと、対戦したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回、スーパーファミスター4、最終戦になります。有終の美を飾りたいと思います。それではまた、さよなら。